ヒーリー男爵デニス・ウィンストン・ヒーリーは、イギリスの政治家。労働党に所属し、イギリス議会で62年間政治に携わった。1917年8月30日に、イングランドのケントで誕生する。5歳の時に家族と共に、ウェストヨークシャーへ移住する。オックスフォード大学を優秀な成績で卒業後、イギリス軍に入隊する。 第二次世界大戦では北、アフリカやイタリア戦線で少佐として活躍した。1952年に庶民院議員となる。1964年に労働党が政権に返り咲くと国防大臣に就任し、以後6年にわたって大臣を務める。1974年にハロルド・ウィルソン政権で財務大臣となる。 その2年後に労働党党首選挙でジェームズ・ギャラハンに敗れる。1992年に貴族院議員となる。2015年10月3日に死去した。ヒーリーは湾岸戦争に懐疑的であり、イラク戦争には声を上げて反対していた。またトニー・ブレアの経済政策に反対の立場であり、2004年からはブレアに対し首相の座をゴードン・ブラウンに譲るよう求めていた。 ありがとうございます。